ズーチョイス実況プレイやっていきます。まあ、前回ですね、このゲームの実況させていただきましてですね、他の動物さんも救ってあげてほしいと、そういった声多数頂戴いたしました。やりましょう。それ言われちゃったらしかないです。まあ、僕もちょっと気になってやりたいんですよね。なんか前回クリアした後にね、なんかペンギンとかキリン以外のモンスターとかっていうその動物がおるっていう情報が出てきたんで、まあ、ちょっとそいつらも助けていって、まあ、ちゃんとしたエンディングを見に行きたいと思っています。やっていきましょう。新しいゲームだ。あ、何これ、もうこっから始まるんだ。新しいアクセスが追加された。あらすじは前回を参考にしてほしいねんけども、まあチュートリアルはすでに終わった状況ってことやんな、これ。そう、なんか前回さ、ここにさ妻がいて、ほらリリー、これ、ね、俺の嫁ね、これ愛すべき嫁。そう、こいつに変な肉あげちゃったのよ。今回ちょっと肉とかあげずにさ、ちゃんとしたエンディングを見に行こうぜ。なんかね、トゥルーエンドになるものがあるらしいんだよね、一応。で、薬を全部回収して、なんだっけな、あの動物、これどうなってる今。あ、ブロックを積んだ台車が、あー、ごめん、これ台車積むとね、多分他の動物のとこ行けるようになってると思うんだよね。で、基本的にみんなこのベジタリアンなんで、ベジタブルかこのハーブ、これを積んであげれば、まあ大体は、事足りるというかね。うん。これたくさん積んでいこう。これたくさん積み得でしょ、これは。さあ、ハーブをしっかり積んであげようかな。よいしょ。まあ、3つずつぐらいでいっか。で、ブロックカートを押して、あれ、この辺までは別に普通だよね。だって俺、新しいゲームって押して、このが、もうすでにこの状態やから、チュートリアルを要は飛ばした状態ってことやんね。で、何だっけ、これか。ブリック・トゥルリー。これをレバーオンして、こん中にさ、なんか手かなんか入ってなかったっけ、これ。あれ、入ってへんわ。なんかの過程で、あれか、紛れ込んだんか。さあ、どうなるやろ、これ。動物さんは。おー、見てみんな。シマウマとヘラジカとカバゾウいけるようになってる、みんな。じゃあシマウマ助けてあげるか。おいおい、来たぞみんな、これ返していこうか。やったぜ、シマウマさんに会えるぞ。まあでもな、前回ゴリラとかペンギンがなんか急になんか寄生生物になんか寄生されてねえ、表現しちゃってたから変異体みたいなやつだもんな。であれかわいそうだったもんな。今日はさ、その変異体も救ってあげたいね、できることなら。あのちょっと僕、あの手順忘れた、いろいろと。まずあれやんな、その農園、その動物園に着いたらこのパソコンで押して、でシマウマやからシマウマ用の餌を作ってあげんねん。シマウマ用の餌は必要量が 1kg かで、野菜が 1.5kg。 OK、 料理しようか。じゃあレシピを逸脱した場合、動物がおうとする可能性が。ああ、なるほどね。ハーブが多すぎてもあかんし、野菜が多すぎてもあかんねや。え、そんな重要これ、このバランス。吐くほどのもんか。あれ、これ何これ、これハーブ、ハーブは1キロやんな。で、これが今9キロの塊なんよ。こっから1キロ抽出するわけなんですよ。1割1分1輪をこっから抽出すんのよ。1、ちょ、待ってな。ちょ、きっちりやるわ、これ。きっちり。1、2。マジきっちりやっていい。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あ、待てな、9、これぐらいかも。もうちょいか、これぐらいや。いや、もうちょっとかな、これぐらい。いきます、これ。ジャスト1キロやと思う、ほら。あー、ちょっと多かったか、 1.3 なんだ。まあでも偏差範囲なんやな。 OK、 じゃあ野菜は 9.0kg から 1.5kg ってことは、逆にさっきぐらいでええってことやんな。これぐらいじゃ、 1.5 か。おお、 1.6、 ほぼドンピシャ。 OK、 完璧。よしよしよし、これおもろいんだよね。うん、じゃあ餌はできたやろ。餌できたから、レバーオンしてあげて、この台車をそれ出さないとだけな。あのマジでさ、俺チュートリアルとかすでに済ました状態でやってるけど、この流れがわからん方はぜひ前回の動画をご覧ください。はい。で、この採血器には取った血を入れると。これって使ったことないよな。
この機械何なのこれ。こう未知の機械。よし、じゃあ行こうか。これを持って、行きますよ。ギュイーン。あ、待って待って、その前に、ここにね、薬がいっぱいあるんですよ。こういえばもう必要ないやつなんで、これ。こうアイテムは全部回収していきましょう。OK。そう、これ、を引きます。ギュイーンつって。このな、バケツ引いてる時にな、後ろ見れへんの、これほんまにな、怖いんや。あ、電話鳴ってる。一旦この電話するでいいわ。いや、早く新しい動物さんたちに会いたいね。何これ、このポスター何これ。新しいメモ。ちょっと、一旦電話出ようか。どこやこれ。これストレージ。あ、でも、開いた開いた開いた。開いたわ。島山さんのところだ。はい、ガチャ。非通知、何非通知かけてくんのこれ。Night Zookeeper, Paul Connolly. オレオレ詐欺みたい。ああ、神様、電話を切らないと私は一日中と夫に連絡を取ろうとしてるんです。夫は研究員のクラレンス・ジェイ・マサーズです。みんな彼を知って、ああ、あ？Please check for me. He should be in the lab. あ、ちょっと待って、これ、Is there a lab here? 前回の続きではないわ。前回の続きじゃないんや。流れは一緒やわ。飼育する動物が違うってだけか。はいはいはい。CJ は定期的に薬復旧しなきゃいけない。で、前回、結局この CJ、なんかその研究所なんかないみたいな流れになって、研究員のジジイが嘘ついとったやんな。これもエンディングに影響あんのかな？なんかね、マルチエンドっていうのはね、情報として知れたんですよ。あ、なにこいつ？データのインストールした。今なんかゴリラみたいなやつおった。マイク・マイヤーソン。何かが私をミュータントに引き寄せる。クソ、誰なんだ？彼の呼び声の方へ、そこに行かなければいけない気がしている。サマーズ夫人。この女性を助けるべきかどうかわからない。もうすでにたくさん問題を抱えている。動物院病院。傷跡。ちょ、ようわからんな。まあ、とりあえずタスク行こうか。あと、なんかメモが何個か追加されてたけど、あー、そっかそっかそっか。これもだからそうやわ。じゃあこのメモとか入手状況も全部に1からってことやんな。オッケーオッケーオッケー。まあ、だいたい事態は把握したわ。じゃあ今回はキリンさんとかに会えへんってことやんな。まあ、そのから新しい動物に会えるってことや。よしよしよし。じゃあ、ここにカセット置いて、ターミナルを開けてみようか。シマウマ社へようこそ。シマウマってなんか自然の厳しさをなんか特動画みたいなんでさ、だいたいなんかライオンとかね、腹食いちぎられてなんか内臓が出てるイメージしかないねんけど、今日はそのシマウマを救うぞ俺が。じゃあまずバケツ持ってこうか。シマウマさんいる？あ、来た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 。え、めっちゃ人懐っこいやんこいつ。あら、可愛らしい。この子なんか病気してる？これスプロットちゃん、スプロット、スプロットくんね。男の子か女の子か分からんけど、なんか女の子っぽいな。まつげ長いしな。え、耳動かしてる、めっちゃ可愛い。え、ちょっと慣れてあげたけど、まあ一旦餌を投下しよっか。ちょっと待って、お前ら餌来たぞ。俺が美味しくブレンドしといたからな、お前らの好きな野菜とハーブを。トゥックス、リンキー、リンキーじゃない、インキーか、インキーだ。インキャみたいな名前しててええな。インキー、ここやな、餌置き場。はい、じゃあこの奥でジョボ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 と入れて、なんか肉片みたいなの飛び散ってんねんけど、あれ大丈夫？そんで何匹呼んでおしまうま、これ4匹3匹。あ、食ってる食ってる、かわいいかわいいかわいい、食うてるやん。ちょっとこのバケツしまうやろ。これバケツしまった後に、じゃあ次はこの体温計で温度を測ろうか。3体かな、3体やな。さあ、いや違う、4体いるわ。じゃあ行きます。じゃあまずお前ら2人行こうか。あ、いいわ。じゃあこのピクシーだけでいいか。ピクセル43度、ちょっとね、高熱ですね。
と思ったけど、タックスも43やん。あれシマウマって平均、あれあれか、あれシマウマっていうのはさ、なんか平熱が高い生き物なのこれ。43です。ああお前なんか寝るんか、お前あ、ね、寝るんやったらちょっと今のうちに献血してあげようかな。あ、でもこいつ39だよ。あ、じゃああの2匹おかしいんや。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、こいつさ寝てる隙にさ献血してあげていい？献血がね、寝てる間しかできないのよ。で、そのなんか寝てる状態を無理やりその麻酔銃とかで作れんねんけど、なんか麻酔銃はさ、作るのにコストもかかるし、まあね、動物さんにとって負担もかかるので、できればこう自然に寝た状態の時にね、献血してあげるのがいいと思います。はい。ケツにブスって刺して、これ。ちょっと痛いから我慢してな。はい。かわいい、いや、かわいいな、こいつ。かわいらしい顔してるわ。お尻エロ。お尻エロいな、お前。グラビアアイドルになれるで。じゃあ、とりあえず、こいつの血に関しては、一旦、取れたけど、あれだね、その、まだ体温測れてない子が、いるんで、陰気見たやろ？こいつ見て、こいつちょっと熱おかしいね。こいつか。あ、タックス見てるわ。もう一匹いるはず。あ、おったおったおった。この、ちょっとおとなしめやな、これ、スプラッシュ。こいつ何度や、スプラッシュは。あーまあ平熱ぐらいか、39度。なるほどね。熱に異常があんのはこの2体と。じゃあ次、うんち見ていきましょうか。これ、これな。これでギボーボーって吸っていくんや、これ。あ、こいつまたね、あ、寝てる寝てる。あ、ちょっと待って、こいつ今のうちに献血していい？多分ね、献血優先すべきやと思う。これしかもさ、いちいちさ、戻さなくていいと思う。うん。多分2個ぐらい装備できるから、これ。今のうちに、こいつちょっと、ゆっくりゆっくり。オッケー。この子もちょっと血見てあげようか。うん。大丈夫？シママさん大丈夫？走させてった。よしよしよし。そしたら、これ Q ボタンでね、これね、変えれるんで。これうんち吸って、ちょっとめ、俺なんかすごい慣れてきたな。ゲームで慣れてきたからさ、あれじゃあもうリアルの動物園のなんか飼育ともできるんじゃ、俺。動物園に就職しようかな。これが、これ最後かな？とりあえず。4人分のうんちは、これで多分いけたと思います。そしたら、せやな、ちょっと、このままついでにチーム持ってきたいねんな。効率考えるとね。あ、あとあれやな。この、あれや。聴力検査もしとこうか。はい。どう？あ、こいつ正常。お前はどうや。こいつ健康そうやんな、スプラッチちゃんな。こいつ健康そう。あ、待って、こいつ。あれ、インキーって血取ったっけ？こいつ血取ったっけ？もうちょっとごめん、わからんくなってきた。わからんからもう一回取るわ。この子は。この子大丈夫、この子は。あ、待って待って。あ、この子正常。ちょっと待ってな。こいつの血取らせて、お願い。はい。この子なんか毛並みが茶色い。ほら、ちょっと毛茶色いな、この子な。聴力検査は一応これでおしまいか。あ、この子ごめん、待って待って待って、お前聴力検査できてない。こいつでもなんか健康体っぽいな。まあじゃあ一回戻ろうか。よし。で、ターミナルか、これか。あ、スプラッシュ。でも、スプラッシュは多分ね、健康やと思うから、もう血取らんでええわ。まあ、いいでしょう、これで。したら、まあ、グイーンと行きまして。
グイーンとね。で、どれや、この回収機で。で、まずこれで、うんちを検査と。そうすることによって、動物さんだの、まあ、状態が見れる。あと、採血機か。これでいいんかな、とりあえず。採血機入れたけど。どう？うん。あ、血みんな健康や。熱だけやね。ピクセルとタックスだけ。ね、熱だけってことは、呼吸感染症や。呼吸器感染症。じゃあその呼吸器感染症用のやつ作ってあげればいいじゃん。これか、フィト使えばいいんか。これフィット2本でええんじゃん、じゃん。ねえ。で、離れて、テンペララックスね。これテンペララックス取ったと。よし、行こうか。うわっ！え？嘘！規制されんの？え？どうしよう。爪から来るんや。え、ちょっと待って、なんかおかしいおかしい。何やれ。うっそ、なんか、え、ゲジゲジみたいになってるやん。センチデルマトゥベラン、センチデルマトゥベラン、どうしたらいいの。いや、センチデルマトゥベランやねんけど、こいつどこ。ちょっと助けてあげたいのに、どうしたらいいんこれ。なんかゲージがこいつ、なんかハートじゃないぞ。どこ行った、あいつ。ちょ、お前ら、あ、いる、おったこいつや。なにこれ、雲みたいな動きする。ちょっとお前、他の、ちょ、お前ら一回避難した方がええって。え、どないしよう。ちょ、もう頭パニックなってもうた。しかもなんか俺変な注射持ってる。俺やばい、俺あれだ、拳銃持ってくの忘れたわ。あ、これ終わったかも。これちょっと待って、こいつは多分死んだわ。え、ちょっと待って、どうしよう。え、待って。え、ちょっと待って。ちょっと、とりあえず、あれか。もう作るしかないんか、あれ。くそ、致死量つ。やべ、誰か死んだくせ。ごめん、救えんかった。一匹救えんかった。ああ、もうそやろ。ちょっとお前に薬売ってやりたけど、その前、先にこいつ倒さなあかん。どこ行った、センチデルマ。ああ、スプラッシュ。お前、こいつ一番元気やったのに。悲しすぎるって、そんな。ちょっと、どこあいつ。なんかでもさ、 HP のゲージがいつもと違うんじゃない、これ。あれ、どこ行った、どこや。あ、あれじゃね。でも、こうするしかないもん、俺。ごめん、ほんまに。ああ。これでも仮にさ、見てほら、孫とかもうなんか、どないなってんの。仮に寄生虫を体内から取り除いたとしてさ、もう元に戻る。見てほら、お尻から口生えてるやん、こいつ。しかも何のんきに寝とんねん。ちょっとお前、可愛らしいやつやな。ちょっと待って、こいつな、一応なんか、ね、熱あるらしいから、これちょっと直してあげようか。これで直してあげて、
そう、よりにもよって健康なやつ2体が暴れて食われたんや。はい、オッケー。これで、まあ一応、まあタスク完了やけど。ごめん。救ってあげなかった、お前を。お前を救ってあげなかったよ。なんや、このバケモン、マジで。こいつ、あれか。あの、寄生虫。吸い出してあげよっか。やべ、なんか電話来てる。何これ。誰？夜間飼育員ポールコナリ、ごめんなさい、奥様まだ見れてないんです。ああ、この電話ね。はい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 、はい、あ、ハガス電話してんねや。looking for someone named CJ, searching for her husband. That bitch again. Although CJ is no. このやり取りは前回と一緒やな。だから。Yes. OK。あのストーリーを追いたい方はぜひ、前回の動画から見ていただけたらと思います。なにこれ。やばいやばい。あか、俺の、なんかね、俺、あとね、主人公の体内にもね、寄生虫が埋め込まれてるっぽいのよ。これもだから早急にどうにかせなあかんっていう、そんな状況。そんで、これで、あいつの体の中におる寄生虫を吸い出して分析してあげると。この問われた、ここ扉とかどないしたらええん、これ。オッケーオッケー。じゃあこれを、こうか。何？今何吸い込んだ？何を吸い込んだんや、わしは今。よいしょ。うわ、エイリアンみたいな。地球外生命体や、絶対。じゃあこれしまって、次のミッション行こうか。あー、救ってあげたかったなー。ほな、じゃあ一回戻りましょうか、これ。それか、そのままヘラジカ行ってもいいけど、まあ一回ハブ戻ろうか。これ何なの、これ。交流するって書いてるけど、1って書いてる。サプライ？これ引けんの？あ、引いちゃった。あ、なんだ。なにこれ！がっつりモザイクかかってる。あれ、これ前回あったっけ。ちょ待って。裸釣りされてるやん。なにこれ。怖っ。あ、ちょっと待って、今なんか電話かかってきてる。あいつ、あれ生きてる。あれ、何あれ。Hello? Damn. I mean, こんにちは、クソだから夜間飼育員ポール・コノリー。心配しないで、ポール。また私ら調子はどう？何か説明必要か？ちょっとあれについて質問したいんだけど。確かに冷蔵庫に牛肉か分かりませんが、子羊肉があると思っていました。そこに、あそこに首の長い豚がいるね。ほら、ポール。毎日何十もの寄生虫がまさか広がってるんだ。彼らはこの動物に侵入して何をというか、まあ、つまりモンスターに変わる。そして彼らは特定のみを、の好みを持っている。首の中へ豚って誰のこと言ってんの、お前、もしかして。肉を欲しがってる。おい、マザーって一体な、誰なんだよ。あ、マザーは前回、あの、エンディングで俺が食われたやつや。彼女に関してはまだ謎が多いから研究途中なんだ。まあ、そうやって自分のタスクわかってるでしょ。余計なこと考えないで。これについては事前に警告しておく必要があるだろう。私はこれに動揺していない。君は秘密保持契約書に電話サインした。それに違反した人がどうなるか見てきたけど、君はそんなないことを狙うよ。もし彼らが体を粉砕すると言ったら君は粉砕する。彼が殺すと言ったら殺す。何言ってんの、お前。なるほど。そして万が一この小さな秘密の数々について誰かが発するなら、それが秘密の保持で直接違反することになる。そしてその批判によってどういう目に遭うか分かるよ。ヤクザやん、やってること。ヤーさんやん。ねえ、愚痴を言うのやめて仕事戻れって言われた。あれ、何マジで。おい、待て待て待て、こいつ生きてる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 。
しよう、生きてるねんけど。あ、危うくなこのシュレッダーにかけられるとこやったんや。生きてらしたわ。しかもちゃんと YouTube とかに動画上げるね、実況者のためにモザイクかかってるし、タスクに失敗しましたって出た。何タスクって。え、こいつ死んだ。ちょ、まあ、服着させてあげたらとりあえず。あれ、なんだっけ、なんかさ、さ、パスワードかなんか、そうだ、入力するのあったよね、これ。161768か。この服着せてあげたらいいんじゃないの。ダメこれ。あ、これあれだな。感染した動物用のレシピは利用可能。そっか、ここ入ると感染した動物用のレシピで、なんか薬作れんねや。今日ちょっとあれやな、助けてあげたいよな。こいつどうしよう。裸のまま置いとくわけもいかんやろ。まあ、えっか、とりあえず。起きたら自分で服着るやろ。こういう時にな、その、服着せてあげようとして、その時、その瞬間に目覚めて、何すんのとかって言われんねん。じゃあ自分で服着ろと、いうことですわ。そしたらちょっと次に行くとこ目星つけとこうか。まあ、次ヘラジカ行くんですけど、このヘラジカ用の餌が、まあ、ハーブとかだけやったら、あ、まあ、じゃあこのまま行こうか。このまま行くわ、もう。先に料理食か。ハーブが2、野菜が1や。7.7 キロの2キロ。めっちゃむずい、これ。待ってな、一応計算しよう。半分が、3.8 か。あ、でも 3.8 のさらに半分、ちょっとって考えれば。これぐらい。これ2キロ。いや、これ 2.2 やな。2キロ。2キロ、これ、これや。どう？完璧やん。ちょっと待って、これ。これ普通に特技やんな、これ、もはやな。どう？ 7.7 から2キロをジャスト切り落とすっていう。すごくない？次 7.1 キロから1キロ。3.7。1.8。1。どう？がー、ごめん。1.5 になっちゃった。まあ偏差は共有範囲内からやるか。よし。じゃあこれで野菜作ったから、まあ先に、行っちゃおうか、ヘラジカさんのところ。そんでちょっと待ってな、このなんか薬のレシピ見ていいか、これ。この中にさ、ほら、この、見てこれ、ポストウイルスイカってあるやろ。海洋性大腸炎模倣する寄生虫。病気を模倣してんねや、こいつら。へぇー。なるほどな。動物の血ちょっと多めに取っとこうか、今回。そのためにね、精神安定剤を何個か作っとこうか。これね、もう5、6個あっていていいと思う、これ。こんぐらい作っていいよね。多分。何今のピンピンって音。怖い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 。で、レバー下げてあげるよ。よし、ちょっとこれ。で、周辺にあるアイテムだけ解消しとこうか。OK、行くぞ。でもこれ、あれやねんな。なんか採血した時にさ、採血の機械に入れちゃうと意味ないから、多分あれ入れる前に作らなあかんねやろ。血液持った状態で。それ気をつけようぜ。よいしょ。あ、泣いてる泣いてる。みんな俺に会えるのは楽しみなんやろ。今行くからな。ヘラジカ社へようこそ。あ、3匹しかおらん。じゃあ開けてありますよ。まずは餌やな。でっか
これ角折れるんじゃこれ引っかかって、これ危ない危ない危ない、あ折れる折れる折れる、そんなしたら折れるで。待て、ね、今誰かゲロ吐いてる声したわ。確実に一匹体調悪いやつおる。これえすごい、なんか森林を再現してていいっすね。誰か体調悪いんじゃこれ。あいつ走り回ってんな。じゃとりあえずお前らこの餌置いとくから、まあ、俺がブレンドしといたから、ちょっとあの野菜が多めやけど、お前らの口ちゃんにしといたからな。こっちか食っとも元気出せよ。そんで、あこいつなんか銃痕みたいなのがあるね。銃痕とかってどうしたらいいんだろうね。餌食っとるうちに、カメラで体温を測らせてくれよ。はい。え、じっとできへんのか。ちょっとじっとして。臆病なんかな。あれなんかすぐに逃げちゃうなこいつら。寝かせるか。あ食ってる食ってる今のうち。あれこれね、ちょっと寝かせた方がいいかも。明らかにさ、このカメラを嫌ってる節があるぞ。ちょっと待って。じゃあさ、これもう寝かしちゃって、ついでに採血もしちゃおっか、一緒にね。麻酔銃と。あれ同時にいけねえぞ、みんな。なるほど、わかった。2個までしかも出ないんだ。そして俺は今、将棋の事実に気づいていて、弾を持ってきてないんですよね、これ。帰ろっか、一回。ちょっと待って、なんだここ。あ、薬いっぱいあんじゃん。これ何やこれ。ストレージやって。ああ。マイク・アンダーソンさんのデータやこれ。肉に込み上げる力を感じ、叫びたくて泣いたくなる、この力は体内に瀕死していて。まあこいつも被検体みたいな扱いやったよな。たらまあそんなのは置いて。おおすげえ、鹿の剥製に使われるやつがあんじゃん。ロッカーの中に、おお人コンプレックスいっぱい入ってるわ。なんだこれ、何もなしか。ここだ、ほら安定剤持ってきなかった。よしよしよし、じゃあこれで戻ろっか。うん、ほら、お前今当たった？あ、当たったか。あれ、あ、当たった。え、ちょっとなんか荒ぶってるな。あれ今当てたよね。当てたんだけどな。我がエイムに狂いはなかったはずだ。あ、寝てるわ、ちゃんと。あ、しかも2匹同時にいける。オッケー、いい子だ。なるほど、アスペンちゃんがちょっと熱であんのか。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あの、寝てる子だね。で、あいつは、あいつもいけるかな。いける、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 いける。あー、ダメだ。あー、じゃああいつも寝かしつけるか。寝てもらおうか。しっかりと眠ってもらうぜ、お前には。あれ、あ、いった、おいった、おいった、おいった、よし。いやー、セバが焼けますわ、しきじかちゃん。この子も、まあ、そうだね、太陽に関しては正常だね。ちょっと血を吸い上げていいか、お前らの。よいし
行くぞ。さあまずこいつの1本目。もう一発、もう一発、2発いこう。これ2発、2発いったろ。2本分取っとけばさ、これ検査用とその使う用でいけるやろ。もう一個いっていい。ちょっと取りすぎかな、これ取りすぎ、取りすぎたら死んじゃう。これ大丈夫やんな。まあまあ3本ぐらいしよう。だってあのだってさ、人間もさ献血の時にさ3本ぐらい取るやろ血。同時に行くで。よし、同時に血を抽出しようか。あいつ血3本いかれてまだ寝てるわ。気持ちええんかな。寝たか。あこいつか、ハンクちゃんや。あ、この子銃痕あるね。この銃痕ってどうしてあげたらいいのこれ。銃痕なんこれ、なんやこれ。あのカメラで見てあげる。でな、もう一匹のやつ寝てるやつおんねん、どっかに。あ、こいつや、アスペンちゃんね。じゃあもう清潔はええわ。もうあとはうんこ吸って、うんこ吸って聴力検査して終わりか。どこや、あった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 。もう一個ある。よし、これすごいな、結構長時間寝るなこいつら。そんで耳の検査やろ。大変やなこれ、この仕事大変やわ。うん、普通に大変。これ寝てるうちにこれ検査ってできる？この子耳も良くないってことかな。寝てたら音に気づかないんちゃうかな。いや気づくんか動物は。あー、この子耳正常。これさ、ちょライトでさ、あなんだこれ、なんか慣れてあげようか。とりあえず可愛らしい。あ、可愛い可愛い、めっちゃ可愛いな。これあの白いやつ何？あ、ゲロ吐いてる。これなんなん？なんかついちゃってるよね。みんなついてるというか。これが寄生の痕跡ってこと？ってことは3匹とも寄生されてるってこと？ちょっとようわからんな。ようわかりませんわ皆さん。したらまあ必要な検査一通り終わったかな。よいしょ。でまずうんちやろ。これさ、あの子たちの血って使えるんかな。あ、いけるわ、いけるやんみんな、ほら。ただ残念ながら、この後寄生虫に化ける工程があるとしてもさ、どの寄生虫かわからんから、結局意味ないんかな、これ。だったら、俺思うねん。これ、もう、こいつ決め打ちしちゃっていいんじゃうかっていう。この血は持っといた上で、多分ハンクもフィンも、俺、健全やと思うのよ、血も。このアスペンの病気だけ、ペストかサルモネラ症なのよ。だからその薬2個作っといて、血は検査せんでええんじゃん。どう？
賢くね。最悪だってアスペンが豹変するかもしれんもんな。だから一応作っとこう。まあ持ってるだけね、ええからね。バックティーガードだ、これだ。よし。で、これ回収しといて、まあ血液検査しません、今回。血液検査しない。で、一応銃を構えておく。多分来るからね、これ。え？来ない？来ないの？あ、じゃあ別に薬打ち込んであげたらええもんな、これ。あれ、それか血液検査せなあかんってこと？これ。ちょっと待ってな、バクティーガードを装填するわ。一旦。お前か。バクティーガードか、このペスト病のやつ。ちょっと逃げんとって。おとなくしてて。いい子やから。めちゃくちゃ逃げるわ。どいつやったっけ？わからなくなった。こいつや。どうや。あ、違うんだ。じゃあ、ペスト、これか。多分じゃあ、ペスト病だわ。当たってるんか、そうじゃないんかもわからんし、ちょっと待って。最悪。これ、血液検査せなあかんのか。でも、絶対でも、どっちかでしかないやん。しなきゃフラグが立たないんかな。いや、これ、血液検査せなあかんっぽいわ。くそ、マジかよ。じゃあ、あんだけ、お前、血取ったのに意味なかったやんけ。ああ、サルモネ、ペスト病だ。じゃあ、ペストレリーフ、これもう一個作ろうか。うわー、素材結構使うのに、これ。で、結局、この後動物の血がないから、ってことやろ？ちゅうことは、現地調達せなあかんから、精神安定剤一個作っといて、まあ、でも、わからんな、正直。正直、わからん。で、この、注射器、だよな、呼吸注射器持ってった方がいいね、これ。こういうことや。多分。あ、ほら、やっぱりなるんや。虫パラマルケスってやつや。虫パラマルケスや。誰？どいつ？虫パラマルケスになっちゃったやつ。どこにいる？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 ちょっとお前寝てさ、チートなしてくれ。こいつや！嘘！何これ？今食われそうになった。あ、あ、いける。ちょっと待って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 、これ、ね、もしかしてゲームオーバーある？これ。もしかしてこの虫パラマルケスに、虫パラマルケス、あ、こい、ちょっとチート出してくれよ。ごめんな。絶対助けるからお前を。お前も助けるし、虫パラバルケスも救う、俺は。あれだ、なんかワープしてきたりとかして。顔が3つに分かれてるし。え、これ死ぬんじゃん、俺。あ、これ死ぬかもしれん。ワンジャン死ぬな。待て、これ一回ラボに戻ろう。あんなとこで無防備に出るわ。ちょっと待って、助からんが、もうお前ちょっと一回出て、こっち来い。でもあいつは逃げ足早いからいけるか。この血を取った状態で虫パラマルケスに効くやつって、でも分かる？虫パラマルケスに効く薬。虫パラ寄生虫にいたヒールエリア、レプトビラ、虫パラ
わかんねえよ、でも。ねえ、虫パラマルケスってどれ時しか、ちょっと待って、上から。暗記の。いや、でもこんなんしてるうちに死ぬ。寄生虫の侵入も放した、寄生虫。寄生虫の侵入をも放した寄生虫ってもう、日本語がおかしいもん。あ、待って待って、ミュータントに対抗する虫パラマルケス。いやだからさ、結局その頻度とかもさ、くっそ、かに書いてある。あーごめん、一匹死んじゃったわ。じゃあこれダメってこと？ムコプラズマ、虫ケラ、パラセス、パラセス、名前が似てるやつ、名前が似てるやつでは、デビリタート、いや全然違うな。イム、ごめん、これもうすいません、もうくそ、これでももう殺すわ、ごめん。あ、無理やった。いやでも俺ね、もうヒントがないから無理だわ、しょうがない。くそ、ごめんマジで。こんなんしてるうちにあいつ助けられたわ。頼む、もう一匹だけは絶対救う。どこいる？あ、生きてる、まだ。どこや、死んでも出るわ、食われてる。モシパラマルケスどこ行った？あれか、あれもしかして、あれだ。ごめん、一発外した。なんで予備で持っとかねえんだよ、下手くそすぎるプレイングがマジで。ちょっと待って、お前、一発解くわ。まず逃げろ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 。あいつ早いな。くそ、なんで俺己のエイムをあんな過信してもうてん。3発必要なのに。うわぁ、ごめん、もう俺食われてる。もうしかもなんかこいつ HP 復活してる、まずい。もう、あ違う、あと一発や、ほら。もう全滅した全滅したやん。全滅してもうたやん。バッドエンドにもう、え、これバッドエンド不可避やん。まあでもこれが現実やからな、世の中に。なんだこれ、もしかしてこれ死ぬんちゃうかな、これ。なんか嘔吐物の量が おかしいもん。ちょっとあの寄生虫だけでも吸い上げるか。結局こいつに何が効いたんやろ。だってそんなん薬がわからんもしょうがないやんな。あ、しょうがない、俺はやれるだけのことやったんや。ごめんな、アスペン、アスペンにフィム、俺が非力なばかりに。そして死んでいった動物たちよって曲なかったっけ。ちょっと待って、こいつ読みたら顔めっちゃ怖いわ。何これ、まるで生きてるかのような。こいつ、なんかちょっと魚っぽいよな。魚か鳥類か、そっち系の寄生虫やったんかもしれん。はあ、どうしたらよかったんやろ。まあ戻りまひょうか、とりあえず。
よいしょ。あ、そういえばあの女の人どうなった？あ！ちょ、な、何してんのやつ？服着てるじゃん、ちゃんと。よかった。うわっ！何してんのこいつ。なあ、あ、ここに斧あったわ。It's okay. I won't touch you. 待て待て、大丈夫、触れませんよ。私は動物園の夜間飼育員ポール・コノリーだ。あなたは？サラ・ワトキンス、パインバレー報道のジャーナリストなんだ。私を救ってくれてありがとう。おかしいねは残念です。あ、一応感謝してんねや。その斧しまってくれん、とりあえず。あなたは夜間しま被験者、あなたは注入されて性規制生物を注入された。あ、そうそうそう、そうやね。なんでそれを知ってるんだ。申し訳ないけど、ジャーナリストは情報源を言わないの。めんどくさ。誰がどこにいるのかもわからない状態で閉じ込められている。朝になると誰かが更新やってくる。これで平気でいられるか。だよな。記事のネタが見つかったら調べてみます。なんか俺自身も、ね、おかしくなってきてない、これ。何その軽蔑するような目で見やがって。お前、俺命の恩人だから言っとくけど。あんま舐めた真似するとお前やるぞ。なんかちょっと待ってね。この中にほら人間の手が入っている。そうなんだよ、これ前回もあったんだよ。でこの手でお前ここ入りたいんやろ。じゃあ入れよ。待って、これは何？人間の手どっから持ってきたの？興味津々や。ほとんど行き着くところは一緒だ。どういうわけか私にはそう思える。よし、スキャナーにかざしてみて。ああ。それ私がやるとしていたことだ。はい。いいね。マイナたちが実験を行っている場所を見に行きましょう。なんか前回とは全然ストーリーが違うね。俺の手やばい。血管。ちょ、まあ、先行けよ。入りたいかどうかは分からない。このエリアを乗り越えて家族の元に戻れたらいいの。頭おかしいな。あなたに中に寄生虫がいる。もうすぐ変異するよ。誰かがあんたをここから出してくれると思う。私がこの台を閉めたら二度と入れない。何、お前閉めようとしてんの？ちょっとこれもうお前ちょっとも下手な真似したらお前すぐ取り押さえるからな。その武器閉まってくれへん、これ。しかも結構重いはずやのによう持てるな。結構の重量あるで、あれ。やなんかプライバシーとビタミン B9 が欠如した純粋なマニアだわ。どういう意味？アメリカ風の言い回しか、嫌味の。あんたの日勤の博士、あまりにも多くの学芸書籍ってめちゃくちゃ優秀やったやな。今じゃメタボリックのね、ただのマットレスやけどさ。あ、携帯だ。これさ、妻に電話してあげた方がいいのかな。電話しするな。何か重要なものつけたら警察に通報よ。あー、そっか。でもさ、あれだったわ、前回電話したんだけど、なんか肉を食っちゃいけないとか言ってすでに食ってて、でも今回肉あげてないから大丈夫なんじゃない？素晴らしい。パソコンあるけどデータがないわ。そんな見られても。これ誰？そんで。あ、これあの上の研究員の写真か。あ、ディスクでどこで寝たの？ロッカーの中でそれを見つけました。もちろんこれがパスワード。クソ、こいつパスワード知ってんの？パスワード推測できるのは誰かが考えたか分かってる場合のみ。ソーシャルハッキングってやつや。行き止まりだ。何？え？別のミュータントを治療しなければ。とにかく警察に電話だ。少なくとも彼らは私たちをここから連れ出してくれるでしょう。考えてみる。今の悲鳴は何？とりあえず置いとくん。おい、どうすんだよこれ。この寄生虫の右下のやつ怖すぎでしょ。電話は今使えないのか。とりあえずじゃあ俺動物の治療せなあかんから行くね。もう
次ゾウだっけな、ゾウだかカバだか行くんだよね。あ、カバもゾウもこれでいいんだ。あ、でもちょっとハーブの数とか足りてないから、まあ積み直そっか。どうしよう。じゃあ今日は何、魚とか肉が使わない感じね。ハーブと、はい、これと、この音好きなんだよ。あれもうないわ。いやまだある、まだいけるね。じゃあハーブも、まあ、こんだけ使うか分かんないけど。そんで、うん、扉閉じたら行き先を入力すると。まあ、カバー行こうか。じゃあ順番通りにね。あのフロッピーディスク何やったんやろうな。そんで結局さ、寄生虫現れてもさ、どうしようもないよね。対処する薬が分からへんねんから。何種類ぐらいあるこれ。ちなみに15種類あるわ。まあ、総当たりで言っても、まあ、7。そうだ、要、てか、要求素材が多すぎるからな、これ。まあ、いっか。後で考えよう。今はとりあえず、カバーの素材を作ってあげることだ。2.5 ね。11.7 キロの 2.5 やろ。これが出たら6。6の半分が3。3から半分でさらに 1.5。これ 1.5 やろ ?1.5 のやや右。ここ2.5 どう ?2.8。まあまあ許容範囲ないでしょ。で、野菜は、野菜も同じ戦法でいこうか。これ 6g。3キロ。3から2.5 どう？うわー完璧完璧なブレンドじゃんこれ。ちょっとなんかちょっと俺も手の血管がやばいわ。やばい、カバーさんないの楽しみだな。で、カバーってさ、なんかよう見ると可愛いね、あいつ顔が。すごい間抜け面で。カバシャへようこそ。あ、カバも3匹だ。ゾエちゃん、ブッパちゃん、ワッフルちゃん。ワッフルちゃんかわいい名前。ワッフルちゃん会いたい。でっけ。迫力すごいな。こいつ、顎の力やばいからな。あ、怖い怖い怖い。え、何救急だ、どうしました急に。おい、喧嘩すんな喧嘩。ワッフルちゃんとゾエちゃん喧嘩してる。あかん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 。あ、止めに行った。あ、止めに行ったってことは、お前と喧嘩するんだよ。こいつら仲悪いやん。何これ。その出血するぐらいに噛み合うのやめろよ。あ、すげえ、なんだこれ、スイカ？カバってスイカ食うの？ちょっと待ってな、お前らがそんなあれやろ、お前どうせお腹空いて気が立ってるだけやろ。喧嘩しまくりや。喧嘩してんのじゃあれやってるのかわからんけど、はい、ちょ、このゲロ食えお前ら。じゃあで、今のうちに、あ、ごめん、あのね、これ体温計も同時に持っていくべきなんだよな。一番効率がいいのがね、これこのバケツ置くじゃん。この状態で体温を測ってあげる、飯食ってる最中に。ちょっと待ってな、めちゃくちゃグロテクスな音鳴ってるで。はい、どうなってんのあれ。同時に行くか。で、ブッパちゃんは 39.1kg、 1kg じゃない、1度、 39.1 度。まあ平熱と言えるでしょうね。ゾエちゃん、あ、この子も平熱だね。もう一匹は、おっと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 、ワッフルちゃん、ワッフルちゃんお尻大きいね。あれ、みんな平熱やわ。熱はないということで。
ね、カバのうんちってさ、なんかもうびちゃびちゃの下痢みたいなイメージやないけど、ちょっとあれやな、気が引けるな。今のうちに、そうか、これまああのあれ聴覚検査しとこうか。あれめっちゃ嫌がるわ。どうしたん？あ、ゾエちゃん寝てるね。あ、ゾエちゃん寝てる、これ寝てる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 わ。ちょっと再開しようか。もう再開させて、はい、よいしょ。な、慣れたる？慣れてあげようか。あれ人間これ意外と臆病なんかな。どうしたん？え？いやなんか喧嘩してるうちに、あれ見つかりませんね。出た。あれ聴覚検査すごい嫌がる。あ、一匹いけたわ。こいつは OK。 ちなみにカバってこいつなんか1トンぐらいあんのよ、体重が。1トンとか2トンあんねんけど、時速40キロで突進してくるから、こんなやつにぶつかられたらもう人間はまあただじゃ済まないっていう。聴覚検査もできたので、次これうんこ製造機しようか。あれ意外と綺麗なうんちしてんじゃん。よいしょよいしょよいしょ。うんこは？ちょっとまだ喧嘩すんな。ほかほかのうんちしてるわ。はい、これでうんちのタスクも完了と。あとは血液検査だけ。あー、この子ちょっと吐いちゃってるね、かわいそうに。まあ、いけ、いいか。じゃあちょっと寝かそっか。寝かすわ。精神安定剤1個しかないんか、これ。アウトなし。かわいいね。あれ俺誰の血取ったんやったっけ。あ、ゾエや。お前、俺あえてゲロ吐いてんねんから手加減しちゃって。で今こいつワッフルに今注射仕込んだからさ、そろそろ寝ると思うから。寝まできた？寝まできたやろ。よし。ほらやっぱカバって可愛いねんな、顔な。ちょっとチクッとするで。すごいなんか岩肌。そんでこいつは、こいつゾエか。あとブッパちゃん寝てくれればええねんけど。なんで喧嘩ばっかすんの。寝ろ、お前疲れたやろ、ちょっと喧嘩ばっかで。あ、寝そう寝そう、あくびしてる。寝ないか。よし、諦めて睡眠剤作りに行こうか。このストレージ入ってみる一回。ここで入ったっけ。入ってないよな。あーほん、あー冷蔵庫にスイカとかあるんや。なんか食いかけじゃないかあれ。お待てよ、なんかあるぞ。なんだこれ。携帯情報端末あんじゃん。新鮮な肉を少し届けてハブに行って処理しろ。だって
こいつの情報何の役にも立たへんねんこれ。それこそさ、その寄生虫に効く薬の話とかさ、そういうのってないの？じゃあこれ先にうんちだけやっとこうかな、これ。で、安定剤を1個製造して、いやごめん、2個ぐらい、3、まあ、2個作っとこうか。ワンちゃんこれ戦闘中も必要になるかもしれんから。こいつか。あ、ま、待って、危ね。ちょっと待って、危ね。しっし、注射すごいやった。あれ、どっち、こいつやんな、こいつや。 OK。 そしたらお前はだんだん眠なってくるから、眠なってきたやろ。あー、よしよしよし、行こや行こや行こや。なんだこれ、あれ、あ、いけた、よし。その頭に打って大丈夫これ？血管すごいことなってるって。違う、あれ慣れて持ってる。ちゃ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 、これや、これ欲しいからブスって言ってな。で、血を回収するわけや。よし、これであとは帰って血液検査だ。よし、これで病気を特定するぜ。なんか見た感じ病気なん一人ぐらい、一人だけやったよな、こいつやな。これでどうや、こう、こうか。アレルギーってやつや。違う、アレルギーか。何アレルギーって、なんかすごい、なんかアバウトやな。凝虫症とかもあるんや。さまざまな臓器に影響を及ぼす寄生虫によって引き寄せる。へえ。アレルギーの薬って何？細菌によって引き寄せる。あ、これだ、リアクティケアってやつ。リアクティケア、じゃあ作ってあげて。真っ先に打ち込んであげようか、リアクティケア。うん、よし、これでいこうか。で、注射器持っとけばいいよな。うわっ、フムブランビスやって。フムブランビス、めっちゃデカなってる。何やの背中のイボ、あれ何、ちょ、何これ何これ何これ。さあ、穴掘りよった。穴掘りよったで、フムブランビス。ディアブロスみたいな。あ、こいつ、ちょ、治った治った治った、 治ったけど殺されるかもしれない。フムブランビス、ちょっと待ってな。な、精神安定剤一回飲まして、待って、精神安定剤、健全なやつに、ま、間違った、もう操作がうまく、健全なやつに精神安定剤飲まして血を吸わせてくれ。お前で、待って、あいつにはまだ手を出さない。やっべ、食われてる。うわ、ちょっと待って、やばいことになってる。なんなんあれ、どういう見た目、あの背中のコブ、何あれ、キノコ、毒キノコみたい。あれあれ、カバちゃんは、あ、寝てるわ。フムブランビス寝てる。うわー、ブッパ、そんなとこ寝てたんか。ちょっと血もらうで。で、これ何個か欲しい、正直。もうなんか、ある程度その絞るわ。あいつも寝てんのかな、あいつも寝てる、見て、あ、寝てる寝てる、フムブランビス寝てるで。口がなんか口から爪生えてて、背中にトゲがあって、なんかトリケルトプスみたいな背びれになってる。で、あの背中のイボ、あれがヒントなはずや。なんかあれ後ろになんかおる。あ、違う、あれ、なんか瀬戸物や。
わかんねえ。ちょっと待って、薬作りに行くよ。じゃあこれマジでノーヒントなんかよこれ。で、薬の説明欄から何かその当てはまるようなヒントが。寄生虫に似た病薬病、ロタウイルス感染、アービを模倣するエールリヒア症、敗血症、レプトスピラ症、インフルエンザを模倣する、あれインフルエンザちゃう分からんけど、潰瘍性大腸炎じゃないの、インフルエンザ、ガストロケア、細菌感染、デビリタール、偏頭痛、血液検査、アレルギー症状。これさ、もう上からもう全部作るか。今血がね5個ぐらいあんのよ。これ上から作るわ。血液疾患で一発ずつ打って、なんかどれか当たってたらそれを3回打てばいいんやろ。でももう血がねえわ。今何作った俺。待って、取ってねえ、バカ。ないし、何してんだお前、何をしてんだわしは。あれなんかすごい大量に作ってる俺。どれ、あれ、まあいいや、何でもいいや。アレルゴボラックトキトス式か、式しか、やばい、そっち行くな。じゃまずこれ一発撃ってみるね。どこにいる、まだ寝てる。あれ、あ、これ、これか。違うわ、違うわ、多分。え、治った。え、あ、寄生虫出てきた。え、治せるんやこれ。え、どれでもよかったんじゃ。で、15種類ぐらいあったやな薬。あれ、あいつアレルギーやったんかじゃ。あのさ、何やったっけ、いっ、じゃあこれゾエちゃん、お前よかよかった、ちょっと慣れたるわ。慣れたい、今なんか無性に慣れたい気分よ。なんででも皮膚とか元通りなんこれ、あんな寄生されてあれバッフルちゃんだっけ、あのアレルギーやったよな。それがヒントなんか、もしかして。いや、それヒントなんだわ、それヒントなってんじゃんこれ多分。こんなちんまりなってもうて。うわ、でもお前、こいつブッパを救えなかったのはもう一生心に残る傷やこれ。何それ。まだなんか電話来てる。待って待って、うわ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 、あ、俺の体ももう限界が近いぞこれ。その、じゃあ同じ動物園内に病気のやつおったら、そいつの病気と似たようなやつを探せばいいってことか。そんなんで分からんくね、分かんねえよな。ちょっと電話は後や。いや、電話取った方がいいか今。はい、うるせえかもしれないお前。ナイツズキーパーポール・コノリー。Hey Paul, this is Mrs. Summers. あれ、リーダだ。Did you find anything? リンダだ。Miss Summers. ああ、ご主人か。ああ、あいつか、主人のあの嫁ってやつか。はい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 。何か奇妙なことが起こってることしか分かっていない。そしておそらくご主人のためにいろんな賢いことをしている。何、ポール、どういう意味？それ以上言いません。ただ私にはその権利がない。ごめんなさい。もう寝た方がいい。きっと旦那さん朝に帰ってくるでしょうし、あなたの心配は無駄です。無駄ですって。心配はいりませんって。うん。結局、この旦那さんの話は俺よく分かんなかったんだよね。こいつが悪さしてるわけや。でもさ、いやでもよかったな、元に戻って。
でももうなんとなくわかる。このゲームにトゥルーエンドがあるとしたら、俺はもうトゥルーエンドは無理やわ。多分全員死なさないエンドみたいなのあるんちゃう。呆然としてる。あれ、私は一体何を。この数日間の記憶がないんです。記憶喪失みたいな顔してるやん。いや、ええね、思い出さなくて。お前は、俺はただ抱きしめてやりたい、こいつを。いや、でも無事に戻ってよかったわ。ああ、じゃあ俺帰るな。まだその次にその助けに行かなあかん動物があるから。まあ戻りますか。あの女の人のね、様子も気になるしね。じゃあ一旦帰ろうか。あれ、あれ出てきてるやん。なんか死んであったんか。大変、あんたやばいですね。くさばれ、なぜ CG と寝たことを言わなかった。 CG と寝たんだ、答えろ。ある意味そうね、私は彼と一緒に寝た。彼は寄生虫に関する情報。ああ、なるほど。私は頭からカバンと精神安定剤の入った注射器。情報を得るために体を売るみたいなことも。でもなんかジャーナリストやるって言うな。情報のためなら何でもやるっつって。それがジャーナリズムってやつか。なるほど。そんでその CJ の奥さんが心配して電話してきたみたいな感じなんやな。ちょっとごめん、あの大人の話すぎて僕にはわからない。純粋な僕には何もわからないや。 CJ マザーに聞く毒のレシピを考え出した。マザーは全ての寄生虫と関係がある。私たちが彼女を殺せば、すでに生物に寄生してるやつも殺すことになる。あ、マザーってあのラスボスじゃないの。ねえ、毒を用意する。何毒って。注意事項、生物、あ、寄生生物のメスの血が重要な成分になることだった。そのフェロモンが生物の再生を妨げるだって。なるほど。もうなんかよくわかんねえけど、じゃあまあ行こっか。ゾウさんのところ。同じように悲鳴を上げてる動物がいるかもしれない。何これ、寄生虫倉庫。あ、これ初めて使えるようになってる。うーわー、なんだこれ。おい、寄生生物を検出し、それを絞り出して毒を捨て。何これ、毒生成できんの。4匹必要ってこと。じゃあ情報やって。この寄生生物はメスが複数のオスによって受精できるという独自の能力を持っている。オス同士は競争せず、メスに対して注意を示す。この繁殖戦略は様々な生息環境で高い効率と適応性を発揮する。この種の寄生生物は特別な適応能力と繁殖戦略で際立っている。メスは積極的にオスを探し、環境を探索して適切なパートナーを見つけるとする。一方、オスは消極的で、メスに対してほとんどの活動を見せません。草食系男子やんけ。この種の寄生生物はオスが非常に攻撃的、互いの競争を許さない。彼らは生き残る者が人になるまで暴力を持ち、パートナーシップの権利を。まあでも自然界によくある光景じゃないの。この種のメスはその選別が終わるまで待機をする。いや、こん中にメスがおるってことか。いや、わかんねえだろ。なんとなくでもさ、オスが攻撃的って言ってたやろ。あのカバに寄生したやつは多分オスじゃない。まあわかんない。とりあえず一回ゾウをどうにかしてあげよう。早く足りるかな。足りるな。いや、これミスったら結構めんどくさいで。ちなみに8.9、まあ要はまあ9か。9 4.5、ちょうど3 4分の3やな。これぐらい、どう、ちょうど4分の3ぐらい。いけ、うわー、だいぶずれたわ。レシピから逸脱しただって。すいませんでした。まあ、いや、半分のやや少なめでいい。これぐらい。ああ、まあ許容範囲内じゃない。いいね、了解。よし、これで料理できたと。
あとレバーオンして、ゾウってでかいからな、この落花生みたいなやつあるぞ。いや、ゾウさんに会えるの楽しみやけど、でも同時になんかゾウの寄生体ってシャレならんぐらい凶悪そうやな。心してかかるか。で、まあ、まずはでもゾウさんと戯れようよ。3匹いる。カビ、ラジャ、ババア。カビ、ラジャ、ババアちゃん。あ、いる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 。じゃあまずバケツ持っていきますね。そんで、おい、ちょ、待て待て待て。ここもう全部効率的にやるからね、ここから。拳銃一回しまおうか。拳銃しまうやんか。拳銃しまって、体温計とバケツ、オッケー。うわ、でかいでかいでかい、うでっけ、手厚い歓迎受けそう。よし、なら、ちょ、頭なで上げたけど、いけるこれ。これはゾウなのこれ、ま、マンモスとかじゃなくて、これゾウ、あれ、なにこれ、ゾウのなんか、わら人形ある。あ、やっぱゾウのステージは広いんだね。うん、ララちゃんっていうの、はじめまして、モコです。ちょっと、ね、いろいろみんなの体見させてもらうからね、よろしくね。はい、ゾウの皮は分厚いんや。ゾウの皮とゾウ皮っていうね、ゾウ皮と、あとこのゾウ毛、ゾウの牙も、まあ、かつてはいろんななんかその芸術品とかに用いられてるんですよ。ゾウ毛多層球とかね、このゾウの牙を使った美術品っていうのがあんねん、世の中には。人間の文化にはを語るには欠かせない動物、それがゾウさんです。ちょっとお前らにこの餌もなあげるからな。これ俺が一生懸命ブレンドしたやつやから、まずそのお近づきの印に、うん、でこいつらが餌に食いついた間に、どうした餌、そっちやって、しっかり、あ、こっからと3人同時できるんじゃこれ。お、いいね。あ、みんな平熱じゃん。なんだ、健康じゃねえかよ。まあ、熱がないんだったら置いて、聴覚検査しようか。はい、カビちゃんはどう？あ、カビちゃんちょっと耳が良くないんや。ララちゃんは？ララちゃんはオッケー。ババアちゃんどう？ババアちゃんも耳良くないわ。うん、まあそしたらうんちだけ返しさせてもらおうかな。あ、あいつ寝てるわ。ちょ、待て待て待て、バケツが一旦いらんやな。バケツ置こう。バケツも一番いらんから、これバケツ持って注射器で、寝てる子おったら、今これ寝てるやんこいつな、多分いける。あ、いけるわ。よいしょ。そんな遠回りする？これでも皮膚に刺さんのかなこれ、針。これ刺さらなそうじゃない。オッケー、えらい子、い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 い子。うん、これで一人、血液検査できたと。あ、あいつもいけそうじゃないか？どうや？あの子。あ、てか全員いけるやん、これ。おとなしいな、えらい。はい。いや、めっちゃ簡単やわ、ゾウ。はい、これで。お前が最後や。あれ、ダメ。なんで？ババアちゃん？なんであがんの？あれ、なんでや？こいつすごいなんかリラックスしてるやん。ダメなん？まあ、じゃあ、まあ、無理にとは言わへんな。その間に、ちょ、うんちの回収をしといて。あ、あったあったあった、これで3つ目か。よし。精神安定剤できれば使いたくないよな。どうすべきなんやろな。あれ？あ、いけるわ。あ、なんや、ゾウは寝かさんでもいけんの？すごい温厚なんだね。よし、あっさり終わったぞ。じゃあ、あとはこれをラボに持ち帰ると。
オッケーオッケーオッケー、めちゃなんか一番楽に終わったな。これ向こうに持っていかなきゃいいな。オッケー。したらまずはうんちを回収とね。うわなんかちょっと慣れてきたで。ゾウのうんちってもっと盛り上がるんじゃん。うんちのグラフィックがもう全部一緒やねんなこのゲーム。で血液検査してあげて。手際が良くなってきたわほら。で病気の特定とともにその病気に近しい寄生地も探しちゃおうか先に。ん？なんだこれ？サルモネラ？これだ。何これ？様々な臓器に影響を及ぼす寄生地によって引き起こされる感染症。なんて読むのこれ？凝虫症？じゃあ凝虫症の薬を作るか。作るねんけど、様々な臓器に影響を及ぼす寄生虫やって。もう寄生虫全般の薬でいいんじゃんじゃん。あ、これじゃねほら。イベルメクチンを別とした、対寄生虫物質や。でもさ、見てこれ、レディックスがもう1個しかねえぞ。となると、寄生虫の侵入を模倣した寄生虫。これ俺持ってなかったっけ？デビリタートルトキシカ。胃腸障害。潰瘍性大、潰瘍性大腸炎の薬作りたかったな。寄生虫をどうのこうのって書いてるやつちゃうの？わからんけど。あ、これじゃ、寄生虫の、に似た疫病を除去するための実験的な物質。今見た感じだとこれかな？寄生虫の侵入を模倣したやつ。ほら、だって様々な臓器に影響を及ぼす寄生虫によって引き寄せる感染症。で、デビリタートルトキシカ確か俺作ってたはずやから。このインフェストケアってやつ2個作ってあげよう。うん、これが寄生虫に関する病気のやつやろ。そんで拳銃麻酔銃。ほらデビリタートルトキシカ持ってるやん。もう開幕打ってみるか。で違ったら、いやてか待って、あよく見たら右にマーク書いてるわおい、デビリタートルトキシカ、これビンゴやわ。見てこれみんな、右、左下のマーク。インフェストケアが効くんだとしたら、てか、いや、もう、だって。いや、ビンゴ。これビンゴだわ。多分これだ。やった。ちょ、その前にちょ、この辺の回収しとこうか、アイテム。何このラジオ。怖っ。これ何これ。問題は寄生虫化したやつがどんな見た目してるか。化学複合体やて。私の体が醜くなっていく。心臓が激しく打っている。脈拍が250。私は生き残れない。私が死ぬのはクソ医者のせいだ。最終的にこいつはもう寄生されたんや完璧に。でもその直前までさ、こう文字を書いたり文章を打ったりすることはでき、あ来た、マクロファシキュムケ。何す、え、び、どれ、どこ、どこ、こいつや、マクロファシキュムケや、マクロファシキュムケ。なんでどいつもこいつもみんな口がなんか いっぱいなんの。ちょっと待って、撃つよ、これ撃つよ、これだやっぱり。くる、一発。なんか体でかいからめっちゃ撃ちやすい。いけ、どうだ、いったか、いった、これやった全員救えた。じゃあこいつはあと2体にはこのインフェストケアが効くってことやから、打ってあげて、やったー。あ、違うこの子やったっけな最後。この子やな。あ、この子だ。はい、
よし。いや全員救えたわ、よかった。どの子、この子あれか、ラジャちゃんが寄生されてたんか。ちょまだめだろ頭。ほらまあ怖かったな。もう多分何も記憶ないんやろうな。うわすごい優しい目してるやん。こんな子殺したあかんわ。いくら寄生されてるからっつって。そしたらさ、こいつが吐き出した寄生地がどっかの、あ、おったこれや。見た目全部一緒やん。ちょっと待って、掃除機持ってくるから。これ大丈夫俺。最終的に俺が発症するみたいなオチじゃないやろな。よいしょ、一旦これもう置いて。何やったっけ、なんか寄生虫から毒作るみたいな話してたけどな。よいしょ、このウジ虫を引っ張り出してきて。みんなありがとうね、本当に。よかったよかった。お前らこれからも元気で生きろよ。ちょっとおじさまもしかしたらこの後死ぬかもしれんけど、またいつか会えること願ってるわ。じゃあちょっと戻ろうか。戻ろう、はよ早戻ってあげよう。寄生虫を注入してやで。一旦帰ろっか。よし戻るぞ。キリンとワラビー、ゴリラ、ペンギン。この世界線やとあいつらはどうなってんねやろな。そしたら結局どないすんのこれ。あいつおらんくなってる。下におるんちゃうか。これ先に毒作るかな。ちょっと待って、一回見てみようかな。ひとまず寄生虫のメスをどう判別するの。見た目一緒やしな。左の2匹はあれもう死んでるんか。あ、待って、かそらそうやんな、だって俺が殺したもんな。あれなんかクリックできるようになってる。寄生虫を検出、それを絞り出して毒を作るやって。このさ、え、あ、なるほどね。これそういうことか。オスとメスで反応することがあるね、多分これ近づけることによって。でもさ、これ死んでるから情報が少ないってことか。なるほど、分かった。じゃあこのあれか、この説明は寄生虫全体の説明なんだ。オス同士は競争しない。この種の寄生生物は特別な適応能力と繁殖生物。メスは積極的にオスを探し、環境を探索して適切なパートナーを見つけようとする。一方オスは消極的でメスに対してほとんど気を見せない。分かんなくね。なんかでも並び替えたところでこいつら特に反応してへんよな。2匹ともメスってパターンなんやったっけ。分からんけど、これどっちかオスな、どっちもオスなんじゃ。じゃあなんか、この2匹をさ、同じ性別な気がするんだ。だって絶対そうじゃん。この2匹って同じ性別じゃないと、ありえなくない？だって、この2匹が、オスとメスどっちかだとしたらさ、それぞれ。何か反応起きるはずやろ。反応してないってことは、性別が一緒やねん。で、メスがその2匹もらんってことはさ、もうオスでしかないやん。じゃあもう死んでるやつはどれかやん。あー、ここの、まあ、そういうことか。このゲーム最後にやって分かったわ。別に殺してもええんや。殺してもいいんだけど、殺すと寄生虫の特定が困難になるって話なんや。右でこれよし。でこれを持ってどうすればいいんや。これを持ってどうすればいいんや。とりあえず地下降りようか。なんか一周目とは全然違うね、ゲーム性が。あれなんか皿に移すみたいな書いてなかった？これ？お、どれだよ。
皿を毒を用意する、皿に毒を渡す。ごめん、皿ってあのジャーナリストのことか。てっきりお皿に移すのかと思った。はい、持ってきたで。お、なんで渡せねえんだこれ。なんで渡せないの。これじゃん、マザーの毒を作るために必要な成分、これでしょ。ちげえ、こっから毒作んなきゃ。大変失礼しました。あ、これだ。はい、こういうことか。これで毒ができたんや。うーわー、毒々しい見た目してるわ。あ、もう無理なんだ。まあまあ相当だよな。オッケー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 。毒出てきた。その次はこちらがインジェクター。残念ながら問題がマザーの囲いから生命体認証ロックに約束的な吐かすだけだ。そしてマザーは食べ物として毒を摂取しなければなりません。でも生き餌じゃないと。何、なんたらかんたら、何、じゃあもうどっちかが生贄になるしかないんじゃこれ。何それ。マジかよ。マジでそれしかないんこれ。さらに毒を注射する、自分に毒を注射する。でも俺どうせさ、俺はどうせ寄生虫を、だったら俺が食われた方がいいのかこれ。なんかサラさんは生き残ってさ、なんかここの研究所の真実をこの世に知らしめてほしい。俺は多分もう無理だ。もしかしたら、しかもこのタク取ったら俺もう助かるかもしれない。なんか奇跡起きて、奇跡的になんか食われず済んで、なんかこの毒が作用して寄生虫も死んで、これ自分に打つわこれ。行くよ俺ね、きっと何か別の方から時期に分かるよ。あ、何もう何もう何もう決断したんこれ。売ってるやん、もうあんたもうすぐ麻痺するよ。私は毒を注することになると思う。君自身でそれをする必要がある。は、いや、もっとうまくやる。このくだらない謎を解明して私たちができるのはただ博士を待つことだけだわ。博士だった、早く私に毒を注入してくれ。サラ早く。なんで急に敬語になったんやお前。え、あ、すげえ、カメラ設置したんか。なんやこれ。あ、で俺なんかここから出てきたらマザーに食われたんや。前回一瞬目の時にマザーに食われたんや俺。なんか、なにこれ。はあ、そういうことか。天才やん、サラ。うわぁ。サラを救い、調査に当たったが妻のリールを無視した。夫の運命を心配した彼女は警察に行き、そこで毒の手下に扱われた。リリーは死んだ。全員死んでるやん。サラの結果か。え、どういうことこれ。どういうことやった。もうまあ、みんな食われたということでございましてね。はい、まあでも僕はね、今回その動物さんたちをね、まあ多分半分ぐらいは命を救えたと思うんでね。はい、まあこれからはまた新たな飼育員が現れてね、あの子のたちの命を守ってくれると思いますんで、僕は使命を全うできました。はい、ズーチョイズ神ゲーでした。皆さんありがとう。多分もっとエンディングあるから、あとはみんなでやってみてくれ。じゃあさよなら。